はい、どうも豊です。今回なんですけど、アニメの制作の動画第1日目っていうことでやっていこうと思います。はい、アニメの制作の動画第1日目っていうことで、自分の方で購入したものの紹介と、あと今勉強しているものの内容、そして、これからじゃあどうやって進めていくのかっていう話をしていこうと思ってます。では行きましょう。さあ行くぞ。はい、まずね、購入したものの紹介をさせていただきます。軽くね、こう金額とかチャリンって出していこうかなというふうに思ってます。まずじゃあ簡単なものからね。まずちょっと鉛筆ですね。これ、鉛筆です。はい、普通の鉛筆でこれ買いました。で、まあ買った理由はもうちょっと新聞に自分なんだろうな、 iPad とかこうで書くのが若干苦手なんで、下書きだけでもね、レイアウトっていうらしいんですけど、その下書きを。まあ、自分あんま詳しくないですけど、レイアウトっていうらしいんですけど、それだけでも、ちょっとこう鉛筆でちょっと書かせていただきたいな、というふうに思って鉛筆買わせていただきました。それに伴って、小学校以来なんですけど、はい、これね、鉛筆削りをね、買って、で、このね、消しゴムもね、買いました。もう結構使っちゃってますね。消しゴムも買いました。はい。で、こんな感じ。筆記用具はこんな感じかな。うん。あとあれか。トレス台ね。はい。トレス台はね、買いました。トレス台ってまあ何かっていうと、まあ要はこう、パッて光る板ですよ。うん。で、こう紙をね、こう引くじゃないですか。こうやってね、紙を引くと。そうすると、こう映っていくわけですね。下の絵が、うん、だからこう2枚目引くとこうトレースができますよっていう話ですね。はい。で、そのためにこのトレース台を買いました。これね、めちゃくちゃ安かったんですよね。秋葉原で確か1000円いかないぐらい、800円ぐらいで買ったんですよね。まあちょっと安物ではあるんですけど、まあしょうがない、今の予算的には、これぐらいが限界だなっていう感じです。これで、ちょっと買わせていただきました。これがあれですね、筆記用具系、なんかこう文具系はまあこれで全部っていう感じです。これトレース台と鉛筆と鉛筆削りと消しゴム、これだけですね。はいはい、次です。次、よいしょ、次がこれです。はい、セーブズキャット。何か、これ何の本やねんっていう話だと思うんですけど、ね、これがまあ脚本術の本なんですね。で、アニメのこう企画みたいなのを、じゃあどうやってするかっていうのをね、こう自分パソコンでこうパラカタカタって検索してたんですけど、やっぱこうアニメの企画って大体もう物語からもう企画書に書いてあるっぽいんですね。うん。新海誠さんとか、あとスタジオごくみさんがこうアニメの企画を何たるかみたいなのをこう出してる動画とかが YouTube とかあったんですけど、もう完全に、なんだろう、タイトルも決まってて、どういう話かも決まってる。で、もうキャラクターの造形も、その映画の雰囲気みたいなのももう全部決まってたんですね。なんで企画書で決めなきゃいけないのって、もうキャラクターもそうだし、物語もそうだし、なんだろうな、タイトルもそうだし、そこら辺全部決めなきゃいけないんだなっていうことがまあ分かったと。なんで、ちょっととりあえず、その、物語をまず決めんことには企画作れんなと思ったわけですね。なんで、このセーブ・ザ・キャットをちょっと購入をさせていただきました。はい。ブレイク・スナイダーさんの、書いてあるですね。本当に売れる脚本術という本ですね。はい。フィルムアート社さんが、まあ、出してる本なんですけど、フィルムアート社さんはね、めちゃくちゃこういう、こう、なんだろうな、脚本の本出してるわけですね。まあ、なんで、期待大という感じです。はい。で、この本を、まあ、今、読んで、半分ぐらい読んで勉強中っていう感じですね。今、だいたい、こう、150ページぐらい読んで、こう、ボードのね、話を今、見てるという感じです。はい。で、まあ、これに従ってね、三幕構成とかに、三幕構成並びに、こう、なんだろうな、どういう風な主人公がいいかとか、そういったものを従って、脚本というか、物語の軸を決めていこうと思います。そして、まずログラインをね、作っていこうと思います。この本で一番大事なのはやっぱログラインをこう作るってことなんですよね。この一言で言うと、その映画ってどんな映画なの？そのアニメってどんなアニメなの？っていうのを説明できるような1行から3行の文章。これをまず作ることっていうのがまず大事なんですね。で、企画書は絶対それ入るわけですよ。うん。俺は入ると思ってるんですね。まあ、なんでそこのログラインをまず決めるところからちょっと決めていきたいなというふうに思います。はい。来週の動画、第2回目のね、アニメ制作しますっていう動画の中で、
だったらこの話できると思いますんで、企画書の話できると思いますんで、完成しているはずなんで、2回目の動画なら、はい。でその時にちょっとログラインとこういう風になりましたよっていう話をしようと思います。はい、次がこれ、アニメができるまでということでね、はい、大塚隆さんの本ですね。アニメ監督の大塚隆さんの本になります。この本買ったちょっと経緯なんですけど、この大塚隆さんという方はですね、実はあの2022年にハケンアニメっていう実写でこう映画がありまして、その実写の中でですね、運命先生リデルライトっていうアニメがあるんですね。なんか王子監督っていう主人公、主人公じゃないですね、まあなんか主人公のライバルみたいなこう男の人がいるんですけど、でその人がこう作るオリジナルアニメがその作中の中であるわけですよ。実写映画なんだけど、その作るアニメーションがあるわけですね。でそれを大塚さんがこうなんだろうな、作ったと、うん、代わりにね、うん、アニメ制作の監督として、大塚さんが入ったと、うん、そういう感じなんですね。まあなんでこう、まあ、大塚さんの存在は知ってたと。でそれをこう背景にこうアニメができるまでっていう本を今回買わせていただきました。はい、非常にですねこのアニメができるまでめちゃくちゃ勉強になる本で、自分俺アニメの制作の話なんてほとんど知らなかったんですけど、まあ、めちゃくちゃこう勉強になったなというふうに思います。まず企画がスタートして、キャラクターデザインがされて、で美術設定、シナリオ、絵コンテ、演出があって、でレイアウトっていう下書きみたいなのがあって、原画っていう元の絵があって、それで動画っていうこう動く絵があってね、で色して仕上げみたいな色をつけてって、こう背景美術みたいなんでこう背景を作ってって、で最後に撮影でこう合わせていくと、合わせていくっていうのはその絵と背景合わせて、しかもこう効果とかつけてって、ほんで最後編集して音もつけて、音楽つけてね、そういう感じ、うん、この流れっていうのをこう一通り勉強できるのがこのアニメができるまでっていう本です。アニメの制作会社に入る人もめちゃくちゃ勉強になる本なんじゃないかなというふうに思います。この本めっちゃおすすめなんで、ぜひ購入してみてください。アニメ会社目指す人はね、うん、目指す人だけでいいと思いますが、めちゃくちゃ勉強になります。はい、であとはすいません、文房具の紹介の時に忘れましたけど、紙も購入しました。はい、めちゃくちゃ大量の紙です。はい、次 iPad です。はい、 iPad、 これね iPad めっちゃ高かったですね。10万円ぐらいしましたけど、この iPad をこう持って、それで、アニメを作っていこうと思ってます。ちょっとね自分の方でこう PC がなくてですね、僕PC がないんで、ちょっとしょうがないから iPad で代用しようと思ってます。ペンタブとかもないんで、iPad あればね、PC もあるし、これ兼ねられるし、ペンタブの要素も兼ねられるんで、これにしました。ほんで、この中にね、実はもうクリップスタジオのプロ、EX かな、ごめんなさい。プロか EX か忘れちゃったんですけど、まあ一番アニメーションが使えるやつ、クリップスタジオのやつ入ってるんで、これでね、クリスタさんと一緒にちょっと作っていこうと思います。はい。クリスタを入れて、そんでもって、そんでもって、あ、これね、キーボード。これもね、ブックオフで買った、まあちょっとこう安物なんですけど、キーボードを買いました。これキーボードは、まあキャコン用で、作りました。買いましたと。うん、で、これ5000円くらいかな、確か。うん、ちょっとあまり記憶ないですけど、5000円くらいと記憶してます。はい、次、これ、エレコムのタッチペンですね。エレコムさんのタッチペン。はい。エレコムさんのタッチペンなんですけど、本当だ。どうなるかな。はい。これもね、6000円ぐらいだったかなというふうに思います。こういう機械系周りは全部で1万と、1万じゃないですね。10万2000円ぐらいだったかなというふうに思います。全体合わせてね、13万円ぐらいで収まったかなというふうに思います。はい。初期投資としては、まあ悪くないかなと。いう風な感じです。はい、こんな感じでね、購入品の紹介を終わりました。で次なんだろうな、まあ、ログラインを決めてって、要は物語の核みたいなのを決めてって、そんで企画書を作っていこうと思います。次の動画が、まあ、来週になるかなという風に思うんですけど、来週までにはねこの、ログラインを決めて、それで企画書みたいなのを皆さんにお見せできるような形になればいいなという風に思います。はい、そんな感じですかね。こんな感じで今進捗状態です。はい、
結構ね長い動画、長いスパンでこういうアニメの制作の動画になると思うんですけど、ちょっと末永く、お付き合いください。はい、ちょっとね期間の方もどれぐらいになるかっていうのを次の動画で企画書の中で一時決めていきたいと思うので、そこもね興味ある方は見てほしいなというふうに思います。はい、こんな感じで、アニメ制作の動画第1話を、終わります。この動画がねいいなと思ったら高評価、そして、あれですね、チャンネル登録、はい、どうぞよろしくお願いします。あとコメントもねお待ちしております。こういうところはこうした方がいいよとかアドバイスとか、あとはなんだろうな、頑張ってくださいっていう声でもいいですし、まあコメントお待ちしております。こんな感じです。では。